こんにちは、コウタロウです。今日はですね、広いところでも響く声になる方法というテーマでお話ししようと思います。まあ、これ、なんていうのかな、声、よく通る声になりたいとかね、よく響く声になりたいみたいな感じで、いう思いを持っている人って結構多いと思うんですよね。で、なんていうのかな、もうなんかこう、ちょっとザワザワしたところに行くと、なんか声がかき消されちゃうとか、なんかこう広いホールとかに行くと声が届かねえよとか言って言われたりとか、なんですかね、遠くにいる人にこう呼びかけても、なんかいまいち届かないぞみたいなね、届かないというか聞こえてないみたいなね、感じで、思っちゃってる人って結構多いと思うんですよね。じゃあ、そういう人でも、広いところでも響く声になる方法って どういうのかなっていうのをちょっとお話ししていこうと思います。でですね、今回は、空間っていうのを、に着目してみますね。空間。要はですね、結論。空間着目。で、結論。結論。すげえ、身も蓋もないみたいな感じですけど、広いとこ。広いところで歌えじゃない。声を出すべし。もうこれに尽きるんですよね。今ですね、私合宿ってやってるんですよね。合宿。なんでって話なんですけど。合宿やってるんです。で、合宿やってるんですけど、合宿ですね、どうやってるかっていうと、体育館でやってるんですよね。体育館。を、まあ、貸し切って。やってるんですよ。体育館クソ広いんですよね。バスケットの、なんですかね、1面、2面、最低2面ぐらいありますよね。で、天井もむちゃくちゃ高いじゃないですか。だからすごい広いんですよ。で、体育館に来るとまずびっくりするのが、すごいなんか、意外に響くんですよね、体育館って。体育館。めっちゃ広い。縦にも横にも広いみたいな。体積。めっちゃでかい。ですよね。で、かなり響くんですよ。で、だから最初ね、全然、なんとかな。でかいですね。で、合宿やってるわけですけども、最初、声が響かないんですよ。空間慣れてないから。空間に慣れてないから響かないですよね。だから声が響かないんで、で空間慣れてくるわけですね。少しずつやってると、で、慣れてくると、なんていうかな、残響が変わる。最初ですね、なんかね、声を張ってもなんかね、吸い込まれてるっていうか、なんか空間に声が最初は負けてるんですね。そんな感じなんですよね。で、慣れてくると空間に声が満ちて、なんか帰ってくる感じになるんですよね。だから、あーってやった時に、こうなんか、ワーンみたいな感じでこう残るようになってくるんですよね。で、空間に慣れてないと、なんかね、ふわって消えていくとか、なんか硬いまんまみたいな感じで、なんかね、ちょっと重たい感じっていうか、そういうのあるんですよね。だから、でかい空間にいるだけで、どんどん声って通ってくるんですよ。で、最終的にはすげえでけえ声になってるみたいなね。もちろん練習もするんですけど、この空間効果はめちゃくちゃでかいんですよ。で、もう一個、経験談。なんですけど、私昔防音室買ったんですよね。防音室。まあ今自宅っていうか一軒家なので、で今音楽室でやってるんですけど、まあ広いんですよね。だからまだいいんですけど、昔防音室だったんですよね。1.5畳タイプ。で、かつ、プラス、あれ何センチだったかな ?180、違うな。100、190センチだったかな、中はね、だったと思うんですよね。で、ヤマハ
の、なんかアビテックスっていうやつがあって、これを持ってたんですよね。あの、横浜に住んでた時なんですけど。で、1.5 畳で、私183センチあるので、あの、つま先立ちすると頭ついちゃうんですよね。で、電気が真ん中についてたんですけど、電気の下は立てないんですよ。あの、頭つ、電気の厚みがなんか十何センチぐらいあったから、頭ついちゃうんですよね。そこに立てないわけですね、普通に。だけど、まあ、ね、やっぱその時のアパートに住んでるとね、そんな声出してらんないので、しょうがねえなと思って、まあ、防音室買ったわけですよね。いくらだったかな、90万ぐらいしたと思うんですけど、うん。まあ、そんなんで買ったわけですよね。で、まあ、性能的には結構まあまあ、音が漏れていかないっていうか、まあ、いい感じだったんですよね。うん。で、それ良かったんですけど、狭いわけですよ、要は。防音室、狭い。狭い。で、狭いんで、で、ここで毎日練習してました。ですよね。で、なんだろうな。そうするとですね、声が狭くなるんですよ。狭っこくなる。なんか縮こまってくるんですよね。縮こまってくるのがわかるんですよ。だから、よしあしだなっていうのはちょっとあったんですよね。まあ、声自体は、すごい響かせるっていうか、なんていうのかな。まあ、じゃね、声自体はなんか育ってくる感じというか、声帯やっぱりこう、使ってないとやっぱりどんどん衰えてくるので、歌ってはいたんですけど、なんか、イメージの中での空間っていうのがどんどん狭くなってくるので、なんか、声が、それにカスタマイズされてくるんですよね。声が空間に、なんか、調整されてくる感じがすげえあってですね。なんかね、広いところに行くと、響かなくなってる感じっていうのがあったんですよね。うわ、これちょっとまずくないみたいな感じで、まあ、その時はですね、しょうがないんで、対処。でも練習しなきゃいけないし、しなきゃいけないというか、したかったし、かといって当時はソフトウェアの会社にいたので、すごい帰ってくるの遅いんですよね。9時ぐらいに帰ってくると、今日早いねとか、そんな感じだったんですよね。で、帰ってくるのが10時とかは普通だったし、まあ大体終電だったりとか、12時とか、なんか、まあ日が変わってからとか、まあ、帰ってきて、なんか歌いてえなみたいな感じで歌ったりとかするんですけど、しょうがないわけですよね。そこでやるしかないみたいな感じ。なんだから、しょうがないんで、対象としてはイメージ。イメージで、イメージを、鮮明に。ここはホール。ここはホールだ。とかですね。なんかこう、2000人くらい入るような、ホールに今、俺は、いるみたいなね。いないんですけど。みたいなイメージをなんとかして、それで、歌ったりとかするんですよね。だから、こうなんか、空間とかも、なんかここは結構、なんかホールの高台っていうか、なんつうのね、ひな壇っていうの？ちょっと高いところ。高いところから、なんかこう、下に向かって、下の大空間に向かって立っているみたいなね。みたいな、思い込みです。思い込み。イメージ。しながら歌ってました。なんとかね。うん。まあそうするとイメージするだけでも、まあ多少変わるので、まあ良かったんですけど、でも相当イメージしないと、やっぱどうしても狭くなってくるんですよね、声がね。だから、広いところに行くだけで全然声変わるじゃんって話なんですよね。うん。まあ、これはちょっと極端な話ですけど。で、だから部屋の中で常にいつもなんかね、自宅で練習してますみたいな人とかもいますけども、私の今のこの部屋とかも、これ何畳だろう ?10畳?12畳ぐらい?なんかそのぐらいあるんですけど、で、天井はまあまあちょっと高くしてもらったので、まあ広いけど、こんなでもね、一番でかい声出すと全然こうなんか狭いわけですよね。うん。
もうこう音がワンワンしちゃうっていうか、まあ、そんな感じなんですよね。だから時々ちゃんと広い空間に行って、あ、そうそう、こういう感じだったみたいな感じで、声のその到達点とか、こういうのも全然もっと広くした方が良かったんだっていうのに、思い出さないとなかなかいけないなっていう感じはやっぱりしてます。注意してますよね。まあ、みたいな感じでですね、単純に広いところでも響く声になる方法っていうのは、もう広いところ行きましょうっていうのがね、なんだその結論みたいな感じなんですけど、すげえ大事なんですよ。で、体育館とかね、結構いいんですよね。体育館は借りられるんですよ。しかもね、うちのあたりはね、そんな高くないんですよね。数百円とか。ちょっと登録とか必要なんですけどね。まあ、自治体とか、その市役所とかに行って聞けばわかるんですけど、意外にね、体育館借りられるんですよ。小学校とか。で、休日だったら、朝昼晩とこう、結構長い時間借りられるし、なんですかね。まあ、平日でも夜だったら借りられたりとかするんですよね。意外に。体育館は借りられます。自治体とか、あと何だろう。市役所とかに行って聞けば教えてくれます。で、意外に借りられます。下手するとタダで貸してくれるとこもあるんじゃないかな。うん、まあ、有料のとこもね、もちろんあると思うんですけど、うん。で、ネットからね、借りたりとかもできます。てか、私は自身は、ネットで借りてます。ネット上で、予約したりとかして、できるようにしてます。うん。なんで、意外に、フレキシブルなんですよね。気持ちいいですよ、これ一人で、体育館とかで歌うと、広ーみたいな感じで。うん。かなりおすすめですね。というわけでですね、広い空間で歌うっていうのは、非常に、体っていうのかな、声を育つことにもつながるし、やっててね、もう本当に気持ちいいんで、まあ、ぜひですね、試してみるといいかなと思いますね。というわけで、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。